1プラス1イコール2。これは子供だって知っていること。なのに、一人前の男と女でも、ひとたび恋に落ちるや、1プラス1イコール1を強行に主張し始めるんだな。つまり、心身ともにべったり一つにならなくちゃ気が済まなくなるんだわ。だけど、どうもがいたところで、1プラス1はやっぱり2。理想ばっかり追いすぎると、別れも早いってことなるよ。お互いに気をつけなさいよ。